3月28日日曜日、あずうりサンデー始まりました。大きな拍手ありがとうございます。この番組は毎週日曜日の16時から16時50分まで、台東区にあります鳥越あずうり FM スタジオにて生放送にてお送りしております。本日28日の日曜日は代打 MC といたしまして、私渡辺明が MC を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。再び大きな拍手ありがとうございます。普段はダンス講師や料理タレントとして活動しております。なおこちらのスタジオは感染対策の方もされておりまして、ゲストの方との間にパーテーションなんかもご用意していただいておりますので、現在マスクをつけずにお話しさせていただいております。その他オゾンイオンのパワーで脱臭除菌、低濃度オゾン発生器のトレールフレッシュっていうのを設置していただいているとのことで、安心して今トークができている状況であります。ラジオの生放送と同時に鳥越あずうり FM のサイトの方でインターネット生放送の動画もご視聴いただけてますので、ネット環境のある方はぜひそちらの方で動画とともにご覧になっていただければと思います。それでは早速本日のゲストをお呼びしたいと思います。フリーアナウンサーの海老原天さんです。あ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、アキチンのお友達でございます。フリーアナウンサーの海老原天と申します。普段は通販番組の、MC だったりとか、あとイベント系の MC だったりとか、そういったのをさせていただいておりますという感じですね、はい。私てんちゃんと会うの1年ぶりぐらいなんだよね。そうなんだよ。そうだね、1年前に会った時は私の番組の方に出てもらって、それもインターネットの放送のやつなんだけれども、その時に会ったぶりで、もう随分ね、全然会ってなかった。やっぱコロナのこともあるけれども。そうだね、そうか、そうだよね、その時期だもんね。そうだから、なかなかね、気軽にランチに行こうとか、そういうのもできなくて、今に至ると。今に至る。だからありがとうございます。本当に今日呼んでいただいてありがとうございます。この流れでいくと次に会うのは1年後ですね。あ、そうだね。また1年後。てんちゃんは今いろんな活動をしてると思うんだけれども、そうなんです。イメージとしてはフリーアナウンサーっていうイメージが強いんだけれども、他にもいろんなことをやってたりする？基本的には今は本当喋る仕事がメインなので、アナウンサーっていうのが多いんだけど、あとはライターの仕事、それもね、コロナの影響でちょっと減ってるんですね。グルメライターの仕事をしているんですね。はい、だけどね、てんちゃんがね書く記事はね、美味しそうなのよ。本当にただうまいのよ。美味しいのよ、このご飯が。みんな行く店行く店。ただまあこれもコロナの影響でね、ちょっと飲食店の取材っていうのがなかなか難しくなっちゃったんですけれども。そうよね、はい、食べるのとか飲むのってやっぱり抵抗を感じるというか、そういう時期だもんね。そうなんで、来てくださいって言いづらいよ ね、 いよね。今もこれね、緊急事態宣言明けたけど、今も言いづらい時期ですよね。なかなかね、でもまあグルメライターをしてるってことは、やっぱり来てくださいっていうのが、そうなんだよ、最終的な。こんなうまいんだから来てくださいみたいな感じじゃない。その気持ちになるよね。そうたださ、このさ、難しいところだよね、来てほしいけれども、この感染対策をしっかりやってるってところも伝えないといけないし、そうなの、お店の、ね、難しいよね。うまくそれをね、文字数内で伝えられるのかっていうところとかね。そうですよ、しずる感がすごいのよ、てんちゃんの書く文章の。あとね、食べた時のことを想像させてくれる。ありがとうございます。嬉しい。うまいなって思うのが、ぜひ恋人と来る方とか、家族で行ったらいいとか、一人で食べるにもふさわしいとか、そういうシチュエーションをね、一緒に書いてくれたりするから、ありがとう。食べる時のことを想像できるというか。嬉しい、ありがとうございます。そうなの、一応意識して書いてるところ全部気づいてくれてんのよ、アキチンが。ありがとうございます。好きなの、てんちゃんのこと。ありがとう。あとてんちゃんほら、はい、自分でさ、ラジオの方もやってるもんね。そうなんです、ポッドキャストですね。それもやっぱコロナの影響で、始めた一つのことだったんですけれども、ちょうど今本当にポッドキャストが世界的にブームしていて、日本でもようやくね、なんかこう浸透してきてる感じがあると思うんですけど、毎週木曜と土曜日に、ポッドキャスト配信してる感じですね。番組名を教えてください。番組名はですね、海老原天の10ミニッツっていうことで、10分間だけ喋るグダグダっていう、そういう番組です。10ミニッツの点はもちろん海老原天の点ですね。引っ掛けてます。うまいこと書けてます。そうなんです。10分って聞きやすいよね、すごくね。ちょうどいいって言われる。よくお風呂に入ってる時間に聞けるとかね、言ってもらって、
ありがたいなと思ってる。私あのインスタグラムで漫画を連載してるんだけども、あの私執筆中に大体ね、うん、聞いてるのよ。 ありがとうございます。あのああいう時ってテレビを見ると目がね、うん、こう邪魔されちゃうし、そうそうそうだよね、そうそう、こう書いてる時にシーンっていうのも気になっちゃうし、うん、曲をかけてもいいんだけど、うん、知ってる好きな曲かかっちゃうと、うん、私歌っちゃうのね日本語のやつダメよね、歌ダメだよね一緒に歌っちゃうのよ、うんうんうん、歌ってる間にねもう手がおろそかになってる一番いいのは何かっていうと、うん、てんちゃんのポッドキャストがすごく、ありがとう。あのね、うん、あの皆さんこういう風に作業用 BGM っていうかね、そんな感じで聞いていただけるとすごい嬉しい。あの中身はねほぼゼロなんでね聞いてもらえると深いことは一つも話してないんで。でもね私この前考えさせられたのが、うん、てんちゃんの10ミニッツの中で、うん、あの震災の10年経ったよねっていう話をしてる時に、うんうん、あのいろいろ考えさせられたなっていうのが、うんね、10年だよもう、うん、本当にねすごい。店長も言ってたけどさ、あの時って、うん、まあ、みんな備蓄とかをね用意してたけど、うんうん、もうこの10年経って意外とちょっと緩くなってるっていう話をしてた時に、うんうん、そうかもって私も思って、うんうん、してる今。今ね水のキープをねできてないよね。そうそう、それね、そうそうそう、難しいよね。食品の備蓄は結構するんだけどね、うんうんうん、なんか水って貯めておくの難しい、ね、むずいよね。そうな、重たいし場所取るしさ、うんうん、そうなんですよ。てんちゃんの10ミニッツはどうやったら検索したら聞ける？どうやって検索してもらおうかな。そう、ポッドキャスト、あの、Spotify で聞けますので、Spotify で、ビハラテンで検索してもらえれば、虫にオイル、原っぱの、天国の天が、そうそうそう、今、漢字の書き方、それで検索してもらえれば、なんか10ミニッツで検索すると結構海外のね、うん、ポッドキャストがかぶっちゃうから。そうか、英語だからね。あ、そう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 。10にミニッツが英語だから。そうそうそう。なので、ビハラテンで検索してもらえれば。カタカナの10ミニッツだと検索は。ね、引っかかんないんだよね。そう。じゃあ、ビハラテンが。うん、一番確実、確実でございます。はい、すいません、よろしくお願いします。すごく面白いから私もおすすめです。ありがとうございます。聞きやすくてさ、本当にありがとう。てんちゃんの声はありがとうございます。さすがのフリーアナウンサーでございます、うん、フリーアナウンサーでございます。あ、いい声いい声いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、はい、ちょっと本日にコーナーをご用意させていただいておりまして、うん、実はねこのコーナー、はい、まあ、私が企画提案したというか、うん、普段あのアズリサンデーでやっている企画ではないんですけれども、はい、今回ちょっと考えてみたコーナーの1番が、うん、みんなの日曜日の過ごし方はっていうところ、うん、で、はい、やっぱり今日日曜日じゃないですか、うん、で皆さんも日曜日、まあ、日曜日が お仕事の方もねいらっしゃると思うので、うん、みんなにとってのお休みの日っていうのは、そう、一体何をして過ごしてるのかなっていうのを、うん、まだあのツイッターで事前に募集しておりました、はい、でもう一つがコーナー2つ目、お悩み解決事件簿というのをちょっと企画してみまして、いい、ね、こちらは悩み相談のコーナーで、うんうん、事前にお悩みないかっていうのを募集しまして、ツイッターで募集しまして、うんうん、そちら来たのをご紹介していこうかなと思っております、うん、はい、ではね早速一つ目のコーナーいきましょう、はい、コーナー1、みんなの日曜日の過ごし方はということで、今回アズーリサンデーというね日曜日にやってる生放送ということで、題してあなたの日曜日の過ごし方はというふうに、テーマを決めさせていただきました。ちなみにあのてんちゃんのお休みの日の過ごし方は、はい、これねすごい難しい問題なんですけど、そう、実はねちょっと言っていいかしら、うん、いいよ。てんちゃんに休みはないんですよ。ないんですよ。そう知ってるんですよ私。あのね本当にごめんごめん、あのね個人事業主ってね大変でして休みの日がないんですよ。でもまあ、 あの私もちょっとねそのお題があったのでいろいろ考えてきました、うん、はい、何をして過ごした？私ね、最近は VR にハマっていて、うん、VR? VR ってわかりますか？オキュラスとかあのこう、うん、目にこうヘッドセットをつけて、はいはい、ゲームを楽しんだり、映画を見たりっていうやつなんですけど、仮想、ああそう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 、仮想空間、仮想空間、うん、はい、VR、あれ持ってるの？あのこのゴーグルみたいな、買ったの、いよいよ買ったんですよ。ちなみにあれっておいくらぐらい？そんな高くないんじゃないかな、3台かな、うん、お店にもよるのかもですけど、3万円で仮想空間に行ける、行ける行けるんですよ皆さん。もうね、こう離れよ、こういう時代からコロナという現実から、ね、現実から離れよ、素敵な世界へ。そうそう、そうなの、
それねハマってて、そこで釣りを今しています、うん、あへえ、うん、なんかあれみたいね、ゲームの中で釣りをするっていうと、あの一時期流行った、はいはい、みんなの森、あ、うんうん、あなんか集まれ的なね、そうそう、あれも結局アバターでさ、うんうん、自分の身代わりがさ釣りしてくれるけど、うん、やっぱね没入感という意味では、うん、VR がすごくて、うん、でもはめた瞬間から別世界で現実みたいな海が広がってる。で本当に一生懸命回さなきゃいけない、リールをね。コントローラーこれ？そう、コントローラーをこうリールを巻く操作をしなきゃいけない。ゲームのさ、うん、コントローラーっていうと、うん、なんかこう両手で持つような、あの、あこうね、うん、コントローラー持つ感じでしょ。そうじゃなくて、うん、両手になんかそれぞれコントローラーを一つずつ持って、スティックみたいなやつだ。そうそうそう、で一つは釣り竿、一つはリールって感じでぐる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 回すわけで、これあのもしかして音声でねお聞きの方は分かんないかもしれないんですけど、うんうん、今映像でご覧の皆さんにちょっと伝えたいのが、私あの今どうしたの、ね、テーピングめっちゃ巻いてんですけ どこれ釣りのテーピングがすごいのよ。そうリールを巻きすぎてね、あの検証になった。そうそうそう、テンちゃんの右手にすごい検証になった。なんて言うんでしたっけね、それバンドエイドとは違うけど、テーピング、テーピング、そうテーピングが巻かれている。巻かれてんのよ今。そんなに夢中になっちゃったの。そうそうそう、これ大変夢中やっても、でこれ1回1日だけでこんなになっちゃうんだよね。すごい、それぐらい必死にやる。そんなに釣り面白いのかしら。そのゲームが面白いの。面白い、釣りが面白い、うん、あ癒されるんだよね。癒されるけど手怪我してますけどね。そう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 。それが私の休日です。なるほどね。私の VR っていうのをやったことないから、うん、どのぐらいの没入感かっていうのね、ちょっと経験がないんだけれども、すごそうね。いやもう空間認識が全部変わっちゃうと思うよ本当に、はあ、つけた瞬間に自分の目の前にあるものが変わっちゃうから、あのよくぶつかってる、いろんなところ。やっぱぶつかるんだ。ぶつかるぶつかる。なんかさ前に行こうとしてさ、うん、壁にぶつかったりとかそういうのはないの？なんかね動き自体はそんなに、歩いたりとかはないかな。ないのか、うん、座ったまま移動する。はあ、うん。それさ誰かと交流したりすることはできるの？あもちろんもちろん、あのオンラインゲームみんなで、うん、お話ししながら、やるんですよ。あの集いやってね。へえ、うん。釣りもみんなでやってる。みんなで釣りをやるの。みんなで釣りをやるの。でも話エアで集まれる。そう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 、そうなの。集まる動物の森とかは、うん、まあ、アバターでやるけれども、うん、VR は自分自身が動くから、そう全然違う感覚になりそうです、ね。そうそうそう。ね、目線もその人に向けられるし、うん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 、ね、その人の釣り竿を見れるし。確かに。ね、ちなみに私の休日の過ごし方を考えてみたんだけど。あやっぱりね家事に追われるなっていう。いそうだよ。あとねでも最近アプリで漫画を読んだり、うん、YouTube を見たりするっていうのもね、うん、結構あすごいハマってて、うん、YouTube 何見てる？私ね YouTube 最近ね、うん、あのカジサックさんの動画、家族の動画、うん、面白いなと思ってて、うんうん、YouTube のね面白さをねちょっと分かってなくて、うん、今まで YouTube ってあのみんなメントスコーラをやって爆発させてるでしょってちょっとあの体当たりだね。そうそう、企画ばっかりやってみたとかね、はいはいはい、突入してみたとかね、実験とかね、突撃してみたとか、はい、それだけじゃなくてね、うん、アットホームのやつとかいろんなものが存在してるってことに気づかされて、うん、割とねあの料理作ってる間とかにも YouTube 流してたり、うん、あそれすごいわかる、うん、私ら一個おすすめのやつ言ってもいい？何何、うん、あの私最近お風呂に入ってる時必ず見てる YouTube があって、あのゴミ屋敷を片付ける YouTube。 何それ面白そう。すっごい爽快、すっきりしそうだね。すっきりする。だからぜひ見てほしい。チャンネル あの名前とか後で教えて。あ、オッケーオッケー。ちなみにお風呂で、うん、あの見る YouTube の場合は、うん、どうやってお風呂で見てるの？お風呂で巻いてるの？いや巻いてない巻いてない、もう落ちたら終わりの状況で見てる。すっごいあのスマホ、うん、すごい排水の陣で挑んでるね。そう、排水の陣で挑んでる。ボチャンしたら終わりだね。そう、なんか検証炎がはかどるよね。はかどるね。そう、かなりね、かなりはかどる。かなり検証炎に拍車がかかるわけ。そうそうそう、拍車がかかってる。私あのお風呂で見るときは、うん、タブレットをジップロックに入れてる。えらいよ、ちゃんとしてる。あのね、うん、ドボンしたら困るからね。困るからね。いや、ほんとそれが正しい見方だと思う。じゃあ、ここで、うん、はい、事前にツイッターで募集した、うん、あのコメントの方ですね、はい、で。日曜日の過ごし方っていうので、うん、来たものをご紹介し させていただこうかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まずお一つ目、はい、こちら、しみぴょんさんからいただきました。しみぴょんさん。渡辺明さん、海老原天さん、あずよりサンデーのお聞きの皆様、こんにちは。初めてお便りをさせていただきます。すっかり春めいてきましたね。お花見に行きたいな。
さて自分はシフト勤務のため毎週日曜日休みではないので休みの日の過ごし方で話しますね。ドライブして美味しいもの食べてきたり部屋で一日のんびり YouTube などを見たりしてますということです。いいねいいね、うん、ドライブして美味しいもの食べてきたりドライブしたい、ね、ドライブしたい、うん、運転免許証はあるけれども、うん、ペーパードライバーなのであの運転をしたら死ぬと思います。本当そう、いや、なんかやっぱ東京出身じゃないからない人はさ、うん、絶対持ってるイメージ。そうそうそう、私も長崎だから、うんうんうん、取って運転してたんでしょ。でも地元で地元で運転してたけれども、うん、もう地元に帰ってなくてね、随分ね、うんうん、でもうしばらく帰らないと帰った時に運転するのがまた怖くなっちゃって避け続けて、うん、もうここまで来ちゃいましたね。ここまで来ちゃったらもう、うん、もうペーパーだね、うん、もうペーパー怖い。怖いね東京の道しかも嫌がりも込む事故る事故る死さようなら現世さようならね。 VR の世界VR の世界VR で練習したらいいじゃん。音もいいじゃない、うん、それ絶対いいと思うよ。そういうのあったらいいよね。あると思う、あると思う、ね、多分ね。ペーパードライバー向けに VR の、うんうん、あのそのハンドル、車のハンドルを模したコントローラーを販売して、そう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 、ね、あるんじゃない。そしたら練習にもなるしね、うん、教習所とかもそれでいいんじゃないかしら。もうそれでいいと思うよ。そうしよう、そうしようよ、これから VR で今ここで決まりましたね、うん、あの教習所はね、オンライン、そうそう、オンラインでもう VR で VR でそうそう、ありがとうございます。勝手に決めさせていただきました。でもドライブいいな、ね、部屋で一日のんびり YouTube っていうのもね、あ、いい、最近の私はよくわかる、わかる、うんうん、本当にそれはやりたい。うーん、でもう一つご紹介させていただきます、はい、こちらゴエモンさんからいただきました。はい、鳥越あずり FM 本日の MC 渡辺明さん、ゲストの海老原天さん、あずりサンデーの皆さん、こんにちは。あなたの日曜日の過ごし方はということですが、美味しいお蕎麦を探したり、あ、お蕎麦屋ですね、お蕎麦屋を探したり、大きい公園で寝っ転がって青空を見ながら肉屋のメンチカツを食べます。とても健康的ですよ。最高だった、最高想像したらサイ&コー、サイ&コーだった。え、素敵じゃないですか。メンチカツってのめっちゃ良くない？わかる、メンチカツ ね、メンチカツ、肉屋のメンチカツ、肉屋のメンチカツ、スーパーのメンチカツではないのよ。そう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 、絶対美味しいやつ、絶対美味しいやつ。しかもね、これ書いてないけど多分揚げたてね、うん、揚げたてだよね、うん、揚げたてをほいってくれるやつね。そう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 、肉のカウンター、ごめんなさい、ぶつかっちゃった、肉のカウンター越しに ね、個人経営の肉屋さんで、うん、いい、これ素敵な、素敵、過ごし方ですね。美味しいお蕎麦屋を探すっていうのもいいですね、うん、そう、だから男性は、うん、男性だよね。しみぴょんさんもそうだし、ごえもんさんも多分男性だけど、うん、休みはやっぱこう美味しいものを探す旅に出てんだよね、うんうん、きっとね、うん、これはもうグルメなんですね。グルメなんだよな。大きい公園で寝転がって青空を見ながらメンチカツ、最高。ちょっと想像しちゃった、想像したね、今想像して癒された、うん、想像して癒された、もう VR 慣れしてるから、ね、想像で癒されたわ本当に、もう仮想空間で、うんうん、もうふってね、うん、想像でも、想像でね、いいよね。きっと天気がすごくいいのよね。天気がいいのよ ね、 ね、この時期だと桜とか見ながらね、いいね。見た、桜見た、見た見た、見ました、うんうん、仕事帰りに、うん、あのちょっとダンス講習をやってるところが、うんうん、あの最寄り駅からその場所までが、うん、桜並木があるの。素晴らしい、都立大学駅のところなんだけれども、うんうん、その桜並木がね、長く緑道が続いてて、ずっと桜があってね、本当に癒されて、うん、最高だったんで、まあ飲み食いはね、うんうん、できなかったけども、いや本当だよね。なんか去年だから、それこそ去年は桜を見れなかったよね、うん、なんかまともにはね、うんうんうん、何が何のウイルスかちょっとよく分かってないとこあって、そうね、まあ、発症して、うん、もうやばいぞってなったぐらいの、そう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 、まだちょっと分かってないような未知だったじゃん、未知だった、うんうん、そう、だから外に出るのも怖かったけどさ、うんうん、今はちょっと見れるようになったもんね、だいぶ ね、なんとなくさ、マスクをした状態で、うん、外を歩く分には大丈夫なんだとか、うんうん、そういうのもみんなね、そう感じて分かってきたっていう、ね、あと消毒してとか手洗ってとか ね、うん、だいぶ容量を得てきたよね。うん、うん、てんちゃんは桜は見た？ね、さっき見てきた、あの私さっき美容室に行ってきたんですけど、うんうん、あの中野の美容室に行ってるんですが、中野にも大きな並木があって、へー、そうで今日があの東京は雨の予報なんですけど、そう、ね、うん、そうなんですが、あの知らずに残ってくれてたので、あの今日しかないかなと思って、そうね、うん、今日の夜もまた降るっていうのがあるので、そうそうそう、降るのよ、そう、散っちゃうかもね、散っちゃうと思う、だから今日見れてよかったなって思ってる、うん、うん、今ね、画像というか動画でご覧になってくださっている皆さんは、うん、てんちゃんの髪の色がとても綺麗に、え本当にこれは赤茶色、これそうそう、あのバイオレット
ットなんなんとか、バイオレットなんとか、そうそうそうバイオレットって紫、なんかそうそう紫とかバイオレットピンクみたいな感じかな。ああ、そうなんです、うん、今日久しぶりに1年ぶりに会った時にね、うんうん、あのいつも SNS とか写真で見てるてんちゃんは、うん、茶髪か黒髪かのイメージだったから、うん、こういうなんか明るい感じの茶色、赤い色っていうのが珍しくて、ね、うん、今日会った開口一番言ったもんね。そう言ってくれたそうすぐにありがとうございます。そうちょうど行ってきたところでございます。素敵な髪型で、そう、いや本当に良かった、久々に行けたね、うんうん、感じがします。緊急事態の時もね、そう緊急事態宣言の時はね、うん、行けなくてさ、うん、髪の毛も切れなくてさ、うん、そう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 、すごい困っちゃったんだよね。うん、それがようやくですよ、だから、うんうん、春が始まる感じね、本当ね、うん、やっとね桜も咲いて、うん、お花見に行けないのがちょっとね、ね、なんか一応さ最近のこう公園というか、うん、お花見は禁止というか、うんうん、飲食をしないでくださいっていう張り紙が出てるらしいね。そう、上野公園とかもバリケードが張ってあるよね、うん、あ、うん、あ、でもそれでもやっちゃう人はいるってニュースで見ましたけれども、うんうん、いるいる、バリケードの前に座ってたすごいね、すごい、心臓に毛が生えてるじゃないその方すごいよね、気合入ってると思ってそうまでして飲みたいそう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 、そうまでしても俺は酒を飲む、飲むぞってね、気合入ってる気合入ってる、ね、気合入ってるだからそれこそ五右衛門さんみたいにね、うん、あのメンチカツをね、お昼に食べながらね、うん、あの青空を見たらいいんじゃないですかね、そう上見てね、そう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 、集まらずにね、密にならずに、うん、ね、お一人でこう見るもよし、はい、食べるもよしというね、そういう雰囲気だったらいいんじゃないかなと思う。なんか今コメントが、うんうん、来てて、あの桜のこれは歌を読んでくださっているんじゃないでしょうか。これはあのキッチンに読んでもらう、あ、はい、ありがとうございます。はい、こちらでございます。てんちゃんのスマホ、ありがとう、オブローモフさんですね、ありがとうございます、うん、コメントいただいております。桜咲く並木道にて春誇り、宴なけれど待ち焦がれたりっていう一句を読んでくれておりますよ。コメントいただいております、うん、ツイッターの方で、番組のねツイッターアットマーク AZPANFM アズパン FM の方にメンション、リプライですね、リプラ送ってくださると、うん、読ませていただきますのでありがとうございます、はい、あとリモモンさんも、リモさんもありがとう、リモモンさんありがとうございます、うん、なんだとてんちゃんと釣りとかやってみたいぞって、あのぜひあのオキュラス買ってとりあえずあとまさかのゲームで検証円っていうね、行きたいんだよね、本当に、ありがとうございます。オブローモフさん素敵な一句ありがとうございます。本当ね、センスの塊よ、うん、宴はないけどね、うん、この焦がれる気持ちすらも今しか体験できないことだからさ、確かにね、うん、もう1年経って桜が咲く頃には、うん、もうコロナもなくなってしまって、うん、もう当たり前のようにみんな花見してるかもしれませんね、知らないよね、そういう日が来ることを祈りますよね、うん、それでは、はい、ここでコーナー2つ目に行かせていただきたいと思います、はい、お願いします。こちらの2つ目のコーナー、せっかくのねゲストにてんちゃんにも来ていただいているのでこちらとなっております。お悩み解決事件簿、こちらもですね事前にね、うん、メッセージというかあのツイッターの方でね募集した、うん、コメントの方をご紹介したいと思います、はい、そして、そちらのお悩みメッセージですね、私渡辺亜希と海老原てんちゃんが解決しちゃおうというコーナーです。荷が重い荷が重めでちょっと行かせていただいております。解決するのかしないのか、はたまたさらに悩ませるのか、ね、悩ませるのか、うん、お願いしましょうか。よし、はい、ではこちらもですね先ほどと同じ、うん、まず五右衛門さんからいただいております、うん、お悩みの方なんですけれども、春は花粉症の季節ですが、うん、花粉症に対するいい対策があったらお二人教えてください、よろしくお願いしますと来てます、うん、あ、キッチン花粉症、それがね花粉症じゃないのよ。あ、本当、あのね数年前にあこれはいよいよ花粉症になったかなって思った瞬間があったんだけど、うんうんうん、翌年また平気になったっていう、うんうんうん、ちょっとよくわからない状態で、うんうん、ちなみにてんちゃんは、私はね、うん、花粉症じゃないのよ。あらそれもこちらはですね、ただ私いい対策聞いたの、あ、ついこの間、うんうんうん、それがまあいろいろ薬とかあるけど、薬をさなんか飲めないあの人もいるらしいじゃない、うん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 、そういう方におすすめしたいのがワセリンを鼻に塗ること。ワセリン、そう、おう、なんか怪我した時にも塗るとかそういうやつ、うんうん、そう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 、ワセリンってあの油のね口リップに塗ったりするやつ、うんうんうん、あれを鼻の中に塗ると、はい、嘘みたいに収まるらしいよ。嘘、そう、なんか持続力はね別にそんな薬ほどはないけど、うん、あれって思うらしい、なんかそう聞いて、それはあれかな、花粉がワセリンにくっついて、うん、そう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 、それ以上入らないから、うん、多分そういうことなんだと思う。はー、
ちょっと試してみてもらいたい。ちょっとあの今マスクしてる時期だから関係ないよね、うん、この辺ヌラヌラするの鼻の下ヌラヌラするけど、そうそうそう、マスクしてるから関係ないと思う、うん、あの花粉症のさ、うん、専用のメガネっていうのあるよね。あるあるある、あのゴーグルみたいなやつだよね。そうそうそう、でなんかゴーグルなみたいに隙間がない感じなんだけれども、うんうん、パッと見たらメガネに見えるから、うん、そんなに違和感がないっていう商品もあってあるよね、ある最近ね。あるうんうん、そうだね、もう完全防備で、まあ、マスクはみんなしてるから、してるもん、ね、あと目だよね、対策はね、うん、あ他から入って耳から入ったりするのかな。でもさ、肌とかは荒れる気がするよね、花粉でね。肌もダメなのか、うんうん、ついたら、うん、そう思う。やっぱでもそれは肌をか炎症を切るっていう人は、うん、あの保湿しろって言ってた。あ、なるほどね、うん、保湿、もう化粧水とか、そう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 、乳液とか、うん、結局バリア機能が冬の間に弱まってて、うんうん、っていうことらしいから。なるほど、ね、そこに炎症起きちゃうからって。そっか、じゃあもう化粧水塗って、うん、乳液塗ってワセリン塗って、マスクして、うん、ゴーグル型メガネ、うん、完璧完璧、不審者完璧不審者なので出来上がり出来上がり。いやでも メガネに見えんのよ、本当にすごいな、あのゴーグル ね、 ね、うん、あれね、ここ数年でね、すごいブームになって結構つけてる方いらっしゃるけれども、本当にすごい前から見たら自然自然、うんうんうん、はい、あとサングラスをつけてらっしゃる方も最近増えてるね。あ、そうだね、うんうん、いいと思う、そういう風にね、うん、対策をしてね。もうマスクに至ってはもう今普通のね、当たり前のことになってきてるから、うん、そんなにね、あの目立たないというか、うん、二重付けとかしてても目立たないし、うん、みんなやってるからね、うん、もうそこにメガネでオプションがついても、うん、まあ、結構割と普通な感じのイメージはね、今ありますよね、うんうん、五右衛門さん、そういう感じで、いかがでしょうか、これはいかがでしょうか、いかがでしょうか、役に立ったかな、役に立ったかな。じゃあ続きまして、はい、お二方目、はい、こちらはね、サンさん、サンさん、サン、カタカナのサンにサンさん、サンさん、サンさん私は夜疲れてまだ寝ないようにしていてもついつい寝てしまいます、うんうん、やることが残っていたり約束があっても眠さに勝てないんです、はいはい、約束を破りたくないので起きていられる方法を教えてほしいですということなんですけど。わー、難しい、ね、寝れん、なるほど、寝れないっていう悩みは今まで聞いてきたけど、うん、寝ちゃうっていう悩みか確かに、ね、約束があったらまずいよね、うん、例えばその、まあ、なんだろう、夜とかでさ、うん、今日ズーム飲み会しようよとか言ってて、うんうんうん、寝ちゃったとか、うんうんうん、何時になってもズーム飲み会に来ないとか、うんうんうん、そういうのとかね、あと何時に電話しますとかいうのを破っちゃったりするので、まあ確かにそういうの家が多いから、そうそうそうなるね、うん、そういうのは確かに心配にはなりますね。心配にはなるね。どうやってる？どうやったら起きてられるか、うん、どうやったらいいんでしょうね。あー、どうしたらいいかな。うーん、まあ、私がやるとしたら、うん、飲まない。あ、間違いないよね、酒でしょ酒を飲まない。そうそう、私だったら、あの、そうだね、だいたいね、飲んじゃうんですよ、うん、飲んじゃって眠くなっちゃうっていうのがね、うん、結構あるので、うん、控えるかな、うん、でも、はいはい、多分そんなことはきっとやってらっしゃるよね。あ、難しいな。でもこれもやっぱ全部スイッチだと思うんですよね、うん、こう交感神経副交感神経のスイッチもそうだし、うんうん、働くオンかオフかっていう、その自分のね、働くモードか休むモードかのスイッチ、うん、でこれが結構コロナ禍で曖昧になってきてるっていう風には聞くのよ、うん、この、ね、おうち時間が長くて、うんうん、そう、どういうこと、それは、スイッチ、スイッチ、なんかこう切り替えがね、あの仕事の切り替え、うん、モードの切り替えがうまくできなくなっちゃってるんだって、人間が。はあ、やっぱ家にずっといるから、いるから、そう、仕事も家でやってるから集中できなかったりとか、まあ、眠くなっちゃったりとか、うんうん、ね、約束すっぽかしちゃったりとか、なんか時間の感覚もなくなっているっていうところで、なのでこれは私はですね、 おすすめするのは、あのちょっと、あー、かわ、うーん、本筋とは離れてしまうかもしれないんですけど、あの一つね、なんかこう時間を決めて仕事する、うん、30分仕事、あ、違うな、60分仕事して5分ぐらい休憩入れるを繰り返して、あの小学校の時の授業のような、あ、はいはいはい、ね、60分授業の20分休憩とかあったよね。そうそう、うんうんうん、懐かしい。そう、そんなやつでね、YouTube にあるのよ、作業用の BGM が。そういう風にやるといいよっていう、っていう、うん、そうすると眠気起きにくくって、集中力もあの赤どって、で授業みたいだからやらなきゃいけないってモードにはなるね。
あ、作業 BGM っていうとその BGM でそろそろ休んでくださいとか言われる、うん、そうそうそう、ポモドーロテクニックって言うんだけど、へこれ、うん、知らなかった。そう、ポモドーロテクニック、よかったらこれで、で効率も上がるから、うんうん、あの割と早く寝れるんじゃないかな。そういうことね。だからもう夜のことを心配するその前の段階の仕事の時点で切り替えをしていく、していって備える、うん、そう、そのも、ね、寝ないモードというか寝ないモードに備えていく。でちゃんと休憩取るのよ。もう絶対にこの時間になったら休憩取らなきゃいけないっていうテクニックだから、うん、なるほどね。そうそうそう、それをすることによって眠っちゃいけない時に眠らないようにする、うんうん、もう暗示みたいな感じ、一種の夜にさ、それでもさ仕事でさ、うん、もう例えば仕事をしてる時にどうしようもなく眠くなったらどうする？うんうん、私は風呂入るね。一回、あ、うん、一回お風呂か、うん、風呂入る。ああ、嫌、ね、がわなしに目は覚めるね、うん、一回目覚ますとかだからね。そうだね。私ね、よく学校に通ってる時、うんうん、高校生の時とかにやってたのは、うん、シャーペンで手を刺すってやつとか。ああ、もうあったあったあった、やってたやってた。眠くて眠くて ね、 ね、勉強しなきゃいけないけどさ、うん、本当眠くて5、6時間目とかね、最悪だよね。そうそうそう、本当にシャーペンを手に刺してたね、うん、まあ、刺しながらさ不思議なもんで、うん、刺してても寝るのよね。寝る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 、すごいのよ。もう刺してても寝てって、そうそう、起きたら手に穴というかシャーペンでボコって、うん、そうそう、跡がいっぱいここに穴作ってた作ってた、うん、あれは本当にそうだね。私高校の時が一番眠かったな、うん、あと家に帰ってきて、うん、また勉強しなきゃいけないじゃない、受験とかあると、うんうんうん、それも本当に眠くてね、うんうん、もうあの時はねどうしてたかな、なんか勉強してるような寝てるようなみたいなことを繰り返してたから、うん、正直効率は良くなかったんだろうなと、うんうん、そう、メリハリだよ、やっぱメリハリ、メリハリね、うん、メリハリ大事だわ。つけていくっていうことかな、自分のリズムでね。お風呂に入るっていいね。うん、お風呂は間違いないね。嫌がおなしに目は覚めるよ。目は覚める。うん、確かに。ちなみにあのお風呂入ってしまった後だったらどうする？あ、もう入っちゃったよ。それだよね。そう、一枚ずつじゃあ脱いでいくか。脱いでいて寒くなって起きる。冷える。そうそう。だいぶあれだね。だいぶ体を張る感じの。そうそうそう。でも寒くなりすぎると人間寝ちゃうからね。確かにね。うん、逆にね。そうそうそう。難しい問題だからね。そのまま裸のまま寝て朝風邪ひくんでしょ。そう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 。そうね、確かにそれだとね、うん、起きるかもしれないけど風邪ひく可能性もあるので、可能性もありますね。あの自己管理で、はい、気をつけてください。役に立ったでしょうか、サナさん。大丈夫かな。さらなる混乱をね、きたしたかもしれませんけど。そう思います、はい。ポモドーロテクニックでもやってみてください。ね、うん、それ本当にいいよね。ポモドーロテクニックって検索したら出てくる。動画とか出てくるね、うん。YouTube 出てくる。うんうんうん、はい。その動画を、まあ、聞きながら見ながら進めると時間計んなくても自動的に、ね、そう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 休めるわけだもんね。そうポッポッポーンってなって、うんうんうん、休憩してくださいって出るの。私それ今度イラスト描きながらやろうかしら。 やった方がいい。集中力全然違うよこれ、はい、確かにさ、やっつーってやってるとさ集中力が持たなくてさ、うん、特に家で作業してると、うん、ちょっとコーヒー飲もうかなとか、うんうん、ちょっとチョコレートでも食べようかなって、うんうんうん、私よくキッチンに立っちゃうのよ、はいはい、うんうん、それがね本当に良くないなって思って。良くないね。そうで霧のいいところまでやろうって言って、うん、だいたい霧のいいとこって来ないの最後まで。そう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 。霧のいいところってどこなのっていう。そうそうそう。それがあの無理やり休めって言われるから、うんうん、すごくいい。そう、いいと思う。私がね悩み相談今ちょっと受けた感じ。うんちょっと今解決したい。ああ、よかった。ありがとうございます。やってみてください。ポモドーロだ。うん。ほんとそれいいわ。うん。じゃあ続きまして、こちらも先ほどのシミピョンさんからいただいたんですけれども、はい、今、コロナ禍ですが、うん、趣味のテニスサークルに、テニススクールですね、怖くてなかなか行けません。洋華堂の屋上にコートがあるのですが、クラスターが怖くてどうすればいいでしょうか。ということですね。でもう一つね、あとよく眠れずに3時間くらいしか眠れませんと、うん、やはり適度な運動をするしかないんですかねっていうのも同時にいただいてます。なるほど。そうね、これ難しい問題ね。難しい問題だね。テニススクール、行きなさいよとも言いづらい事案ですね。これはね、あの難しいところで屋外だと思うんですよ、洋華堂の屋上っていうので、うんうんうん、屋外っていう安心感はちょっとあると思うんですけれども、うんうん、マスクをつけながらの運動ってきついのよね。きつい。そうだよね、うん、
あなたスポーツ用のマスクでこう結構ね、うん、粗いというか薄いというか布のやつとかねだとまた感染のその予防の効果も下がってくるとかね、いろいろありますけど。そうなのよね、うん、だからこのクラスターが怖くてどうすればいいかっていうのはいろんな面でもあるかもしれないね、うん、あ本当にそう。なんか だけどそうだよ、ダンスの先生やってるからさ、うん、もう それに直結するよね。もう本当にね、うん、息が苦しいのよマスクをつけながらの運動は、うん、本当にだから、ね、私もねマスクをあとあの息がしやすい用のマスクをやっぱりレッスンの時はつけてるんだけれども、うんうん、やっぱりねまあ自分の飛沫は多分抑えられてるけれども、うんうん、あの相手からのね、相手からのっていうのが防げてるかどうかっていうのは不織布に比べると、うん、まあ そこまでの力はないかもしれないけど、うん、まあ息のしやすさを優先してるね、うん、あとは本当集えるのか集えないのか。ダンスもオンラインでね、うん、キッチンとかはレッスンしてるけれども、そうだね、一部オンラインでやったりしてて、うん、もうテニスはね屋外に行かないとニッチもサッチも。そうね、対戦相手がいないからね。そっか、そうだからおすすめしたいのはやっぱ VR っていう。あそうよそうですよ、ほんとそれ VR、うん、いいよ。コロナ禍で VR が見直されてるね。そうそうそう。ね、仮想空間で。だから、うん、VR だとあのお友達も VR を持ってるならば、うんうん、そうテニス一緒にできるよね。できるできるできる。うんうん、そう確かに。なので、その仲間内だけでこう、うん、なんていうの部屋を作ってやることもできるので、あの他の人が入ってこないような入ってこないように。うん、いいねそれ、うん。それは一つ手だとは思いますね。ただ一個問題があるとするならば。うんうん、テニスって結構動くから、そうそうそう、部屋を片付けておくことですね。そうですね、あのテニスができる空間が必要ですね。そうそうそう、ラケット振る空間で何かね、気をつけていただけ。多分私今自分の家でやっても、うん、どこかにぶつかる気がするテニスの動きだとね、うん、釣りは大丈夫そうだけど、うん、テニスだとね、うん、でもまあ今ここパーテーションにぶつかるでしょそうだね、そう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 、そうなのよ。でね、あの、うん、家だと机にぶつかるしね、うんなのでちょっと場所には困るかもだけど、まあでもコントローラー自体は小さいでしょ。確かにだからラケットよりは小さい、確かに確かに、うん、可動域だと思いますよ、うんうんうん、はい、だから両手を広げてね振り回せる距離感が、うん、距離感があるとね、あればいいかなと思う、うん、ちょっとね走ることはできないけどね。あそうね、コートを走り回ることは、うん、その場合はどうやって表現するんだろうね。右へ左へ行く場合は、体をこう倒したりすると反応してくれるの。なんかコントローラーがついてんだよね、ここに。じゃあ何ていうの、進むスティックがついてて、そうそうそう、それで動かしたり、ね、うん、本当に便利よね。便利便利。もう一ついただいて、よく眠れずに3時間くらいしか眠れません。やはり適度な運動をするしかないんですかね。あそうか、テニススクールに行けてないから、行けてないからね、運動がね。眠れないことある？いやしょっちゅうしょっちゅう。あそうだよね、うん、私、うん、てんちゃんの天秤で聞いてた、うん、言ってた。眠れないのよ。そうそうそう、実は私もちょっとその気がありました。あ眠れない派ですか。うん、寝つきが悪いんですよ。そうだね。いやどうだろう。だから私一個自分がやってる対策としては、うんうん、あのスマホの明かりを見ないとか、うんうん、あ偉い、うん、そうだよね。でもそういうことだと思うよね、寝る前にね、うんうんうん、あとその寝る前あたりは電気をちょっと薄暗くするとか、うんうんうん、そういう対策とかはね。ああ確かにそれは、うん、もう間違いないよね。だって本当にさ、なんかネイルとか、ネイルじゃないか、まつげのねエクステとか行くときに必ず目閉じるじゃん、うんうん、そうすると寝るじゃん。寝るのよ。寝るのよ、ね、寝なくていい時に寝るのよ。そう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 。だから私美容室で髪切られてる時も寝ちゃう時寝るでしょ。そうなんだよ、物理的にやっぱねこう癒されてる空間とか、目をつぶらなきゃいけない空間とか寝るから。あと整体とか、整体も寝る、寝るそうなんだよね。あれなんだろうね、うん、なんで夜寝れないのにさ、なんでだろう、あんな時寝るんだろうね。マッサージとかさ寝ちゃうよね。そうそうそう、起きてないんだけどね。うん、いやこれ分かんないよね人に触られてるっていうことなのかな。安心感かな。安心感かもね。なるほどね。これ難しいね、人がいないとできないことだ これね。確かにね、うん、まあ、私がやってるね、まあ、一番、うん、まあ、おすすめはできないかもしれないですけれども、うんうん、まあ、実用してるのは酒を飲むということですね途端に眠くなります。途端に眠くなる。寝ちゃいけないのに寝ちゃったりしますからね、うん、いや酒は間違いない。それは酒は眠りは浅いけどすぐ入眠できますんで。浅いけどね。浅いけど眠れますんで、それはおすすめ。私もおすすめする、それは同意です。てんちゃんは何か、うん、あの飲んで寝ることはある？飲んで寝ることも、あ、いや、あのね、私晩酌って
あんましない人だったんだけど、うん、コロナ禍で初めて晩酌がこう癖になってきてて、うん、やっぱね晩酌するとよく眠れるっていうか眠りは早くなるね、眠りにつき始めやすくなった。ただちょっと私今あの病院に通っててお酒があんま飲めないので、うん、そんな中で、そうだよね、うん、そう、そんな中で今やっているあの眠る方法は枕変えたね。あ、枕ね、うん、枕ってすごい重要だって思いました。なのでもう一回ベッドの硬さとか枕とか見直してみるってのは一つ手かもしれない。それだけでやっぱ入眠が変わった気がする。枕大事ですよね、うん、本当に確かに枕大事、うん、今コメントの方をね、はい、読ませていただこうと思うんですけども、はい、ありがとうございます、リモさんから不定休なので日曜日もお仕事です、今はこっそり聞いてごにょごにょ、うん、ごにょごにょ、そしてオブロモさんまたねコメントをいただいた一句をいただいておりますけれども、ありがとうございます。 VR テニスコートに早変わり、うん、自宅でできる対戦続けという、あ、ありがとうございます。もう今日は本当に VR の凄さをね、 VR の凄さ全然なんか回し物みたいになって本当にでも本当にねいろいろ、うん、てんちゃんはね物知りだから勉強になります。ありがとうございます教えていただいてポモドーロとポモドーロと VR これからの未来は、うん、もうそうね、それですね、それですね、本当そうです。運転免許証も、運転免許もね、それでいけると思います、はい、それではね、早いもので、はい、こちらで告知の方に入らせていただきたいと思います。早いな、本当ですね、本当、うん、じゃあまずはてんちゃんからの告知をよろしくお願いします、はい、はい、それではお知らせさせていただきます、私海老原てんはですねフリーアナウンサーをしておりますけれども、今ですね、東海汽船さんの、東京湾夜景クルーズで、夜景案内 MC をしております。今画面にも出ておりますけれども、こちらですねずっとこの緊急事態宣言中お休みでございましたが、うん、本来ならば毎週、土日にですねやっているクルーズなんですけれども、それがですね横浜から東京間で、うん、なんと1000円で乗れるんですね。お安いじゃないの、安いの、安いのよ。そう、こちらは500円っていうことで、もう電車で帰るような感覚でね船に乗って夜景見ながら帰れるってことで、ぜひともご利用いただきたいとは思うんですけれども、これの4月4日日曜日のクルーズで私夜景の案内の MC をいたしますので、よかったら私の会に乗っていただけたら嬉しいなと思います。はい、すごいね。だからてんちゃんの夜景の説明とかね、うん、案内を聞きながら夜景を見れるわけでしょ、うん、そういうことです。贅沢よ、1000円で。本当にありがとうございます。すごい綺麗な夜景が見えるんだよね。かなり綺麗。私も伊豆大島出身なのでね、うん、この船にはもうずっと乗ってきてた小さい頃からライフラインというかね、うん、生活路線だったんですけれども、東京に何に憧れたってね、東京に今上京してきてますけど、うん、やっぱ憧れたのはこのクルーズ、このサルビア丸っていう船から見た東京の夜景がものすごく美しくって、私は東京に出てきたんですよ。だからすごいきっかけ。そう、ぜひそこに今てんちゃんが舞い戻ってるというか、仕事でねやってるっていうのは感慨深い。でまた夜景をこうって自分が感動した夜景を案内してるっていう、なんともすごい ね、 運命的、うん、ドラマチックだわ。そうなんです。私もてんちゃんの伊豆大島に遊びに行った時に、うん、はい、の船に、ね、乗って行ったんだけれども、うんうんうん、やっぱり夜景綺麗だったね。夜景が綺麗なのよね、うん、そうなの。レインボーブリッジの下くぐるからね、うんうん、そうそうそう、本当にだから普段家にいると夜景とかってまあ見ないんだけれども、うん、こういうね船、あ、家にいる時ね見ないけど、船に乗ると客観的にね、うん、あ、やっぱ東京って光ってるなってね、うんうん、気づかされるよね。明かりが違うよ ね、 ね。ちなみにこの4月4日のみ、うん、そうなんだよね。今3人の MC さんで回してて、昨日私の回だったの。あ、で昨日か。そうそうそう。で次2人がやって、今日やってるのと、今日やってる方と、そんで次の土曜日にやる方がいて、で私って感じなのね。じゃあもう4月4日をピンポイントで、うん、ピンポイントで行かなきゃダメだ。でそうなんです。この、東京湾夜景クルーズも4月の4日で最終日。あ、そう、それ以降、シーズン的にね、そうなんです。日も長くなってきちゃって、この時間に、うん、夜景が見えなかったりね、うん、これからゴールデンウィークとかになってまた違う感じになっちゃうので、うん、はい、夜景クルーズは4月4日までなので最終日ぜひお越しください、はい、楽しみだね。ぜひともね、うん、てんちゃんに会いに4月4日、はい、皆さん向かってくださいませ。お願いします。じゃあ続きましての、はい、告知なんですけれども、うん、本日の代打 MC を務めました渡辺明人、はい、そしてゲストの海老原てんちゃんのツイッターアカウントの方をね、はい、ご紹介させていただこうかなと思います。はい、私渡辺明の方がですね、アットマーク渡辺アンダーバー明、
WATANABE ってこれアルファベットで言うと大変ねむしろ分かりにくい渡辺ってね渡辺さあ今あと動画見てくださってる方にはね、うん、画像が出ていると思うんですけれども、うん、私の方がね、渡辺アンダーバー秋、はい、そしてペンちゃんがはい海老原アンダーバー天です。この写真すごいねこれあの歌舞伎町のスタジオで撮ってもらったらさすごい髪の毛盛られてさてんちゃんよなんかすごく私じゃないみたいだよね私じゃないみたいそうそうそう美しいわ あ, のありがとう持っていただきましたありがとう私この写真好きなんですありがとうちょっと勝手に私拾ってありがとうございますでツイッターのアカウントの他にも、うん、SNS あの、はい、2人ともたくさんやっておりますのでもうアキッチのインスタが好きありがとう、うん、漫画を描いてもう漫画をずっと読んでる ありがとうてんちゃんもイラストを描いてるんだよねそう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 あの やってるんですもうそんなアキッチンに比べたらあれなんですけれどもいやイラストも描いてますはいインスタの方もね、うん、あのフォローしていただけたらと思うんですけれども、うん、多分名前で検索するとね、うん、それぞれいろんな、ね、サイトとか、はい、SNS 出てくると思いますので、はい、検索していただけたらと思います、フォローの方をよろしくお願いいたします、はいちなみにですねこの生放送をお送りしております鳥越アズーリ FM のツイッターアカウントもあります先ほどちょっとご紹介させていただいたんですけれども、はいうん、アットマーク AZPANFM、うん、アズパン FM ですね、うん、今後ろにね書いてあるんですけどアカウントが、はい動画の方ではね書いてあるんですけれども AZPANFM こちらの方にですね、メンションとかリプライくださればメッセージをお読みしたりすることもございますのでよかったらぜひこちらもフォローの方をよろしくお願いいたします。ここまでねやってきましたけれども本日の番組、うんうんうん、でどうでしたかてんちゃん。いやなんか久々に人とこんないっぱい喋ってる感じ。確かに、うん、愛対してっていうのかな。そうね、うん、あのなんだろうズームとか、うんうん、オンラインではね喋ったりすることあるけど、うん、なかなかねそう久々にタイムラグがないそうそうそう会話しかもあのノーマスクでっていうのはそうそうそう本当に久しぶりだし、ね、あとこうなんだろう放送をしていて、うんうんね、コメントをいただいたりしてそれを読んだりするっていう交流がね、うん、できたりするっていうのもちょっと私も久々なので嬉しいね、いいねやっぱラジオってね、うんうん、このスタジオもねとても素敵なそう、ね、ところでねそう、うん、台東区にあるんですけれども、うんうん、このパンダちゃんがアズパンっていう名前なのかな。アズパンちゃんアズパンちゃんあピンポンってアズパンちゃんっていう名前なんだね。かわいい、ねうん、これは神主の格好をしているパンダちゃん鳥越神社の神主さんのイメージだそうです。そうなんですね。そうそうじゃないかっててんちゃんが想像してくれてたけど、そう私ね昔この近所に勤めてて、うん、あの私そうなの、ね、そうそうそうびっくりした今日来ておあここかと思って。そうなんですよ急にあの大通りに出た瞬間に見覚えがあるっててんちゃんが言ったから、うん、知ってるのって知ってる。そうそうそうびっくりしちゃった意外と馴染みのある地だったっていう、うん、馴染みのある地でした。すごいその鳥越神社っていうのがあるのも私も、うん、あの初めて知ったので、うん、てんちゃんに教えてもらって。そう今ねスタジオから窓があの窓の外を見たらあるじゃないの。そうなのよ。どこ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 って私探してたんだけどある見えるじゃないの。とても近い。いや本当に感性でね、本当過ごしやすい場所ですよねここはね、うん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 、いい場所にねありますよね、うん、スタジオ、うん、そのモチーフに、ね、なっているんですね、うん、きっとアズパンちゃんが ね、アズパちゃんのキャラクターとともにツイッターアカウントの方も、はいフォローして、これからもねアズーリ FM の方をよろしくお願いいたします。そしてアズーリサンデーの方はですね毎週日曜日に16時からやっておりますので、来週からはまた違う MC の方で番組は続いておりますので毎週チェックしていただけたらと思います。同じようにあのこのようにね、生放送で動画の方も配信されておりますので、ラジオとそして動画と同時にこの後応援くださいましたら嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。それではね私の方も、うん、またねいつか機会があれば、うん、こういうねラジオ番組もやらせていただきたいなと思っておりますけども、うん、ね私ねやっぱりキッチンすごいと思うよ。そんなことないのよ、キッチンは質問上手なんね、質問がそれはてんちゃんだよ、うん、何の褒めか分かんないけどなんかもうねやっぱキッチンやっぱ質問が上手だな、会話が上手だなって思った。いやいやいやそんなことないよ、勉強になりました。てんちゃんもさいつも喋ってるお仕事だからさ、うん、私よくどもっちゃったりさつまずいちゃったりするんだけど、うん、スムーズに喋れるのがすごいよね。いや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 もうなんか あの ポモドーロが出てこなかった今日ポモドーロが出てこなかったあさポモドーロってさ、うん、そういう似たようなさ、うん、パスタなかったっけ。
ポモドーロ、トマトパスタ、そう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 、でもポモドーロってトマトのことだからね。そう、やっぱ、うん、パスタの名前だ。そう、なんかポモドーロテクニックのポモドーロは、うん、あれだよね、あのトマト型のタイマーを使ってたその使用者さん、うん、開発者さんがトマト型のタイマー使ってたからそういう名前がついたらしいですね。そうなの？そんな感じ。すごいね、はい、そう、私も知らなかった。そう、そうなのよ。トマト型のタイマー使ってたの。そうそうそう、それがトマトイコールポモドーロみたいな。ポモドーロになった。タイマーなのに。タイマーなのに、ポモドーロテクニックになった。そういうことか。だからうん、さっきのポモドーロテクニックのポモドーロはそこにつながるのね、はい、そこにつながる。なるほどね。今日はてんちゃんにすごくいろいろと教えてもらった日だったわ、はい、うん、すいません。知識てんちゃんすごいわ。ありがとうございます。いろんな知識知ってるね。ありがとうございます。知識は一体どこから入るんだろう。ネットニュース。ネットニュース。じゃあ本日のてんちゃんはね、はい、ネットニュースとあと VR で使われているということ で、 そういうことでございます。来週もあつうりさんでぜひご視聴よろしくお願いいたします。てんちゃん本日はありがとうございました。見ていただいた皆さんもありがとうございました。また来週、さよなら。